吉見和樹、石川昂弥はまっすぐを狙ってまっすぐが来ても振り遅れている。ツーストライクになってからは変化球も意識しなければならないかもしれないが、そこまでは絞っているはずの直球に遅れている。2軍と1軍では同じ球速でもキレが違う部分もあるだろうから、そこをうまく修正して7回以降に臨んでほしい。8回の第4打席ではカウント1対1からの甘いスライダーを右翼フェンス直撃に塁打した石川昂弥。この一打が吉見さんの言う強く振る姿の復活につながるか。数字遊びしてる素人なんかでも汗単化してるってパッとわかるもんな。でもツーベース打ったよね。290あるのに OPS700 ないのはタイプ的にな。バット短く持てとか言われてるから変な批判受けるんだよ。中日ファンがあげろって言ってたのに。何考えて打席入ってるのかわかんない選手。村上の次を行く高卒ドライチスラッガーを期待されてたはずなのに。データではっきり出てるから、相手投手はピンチではストレート攻めしてくるに決まってる。2軍ではどうかわからんけど1軍バッテリーなら当然苦手な配球をしてくるからストレートを縛けるようにならんとね。スイングスピード速くないからね。上半身もうちょいムキムキにしたらいいんじゃん。スリーボールでストライク取りに来た甘いストレートを狙ったまでは良かったけど普通に振り遅れてて泣いた。周平と同じで周囲の求めるものが大きすぎて潰れちゃうパターンと違うんか？ご視聴ありがとうございました。